新型コロナウイルス感染症対策担当大臣の西村康稔です新規陽性者数は全国的に減少傾向が続いておりテレワークや飲食店の皆様をはじめとする国民の皆様のご協力に深く感謝申し上げます他方、医療の現状を見ますと自宅療養・入院等調整中の方の数は東京で9,000人、愛知一番5,000人、大阪一番1,000人と高い水準にあり 依然として逼迫した状態です。医療の強化に全力を挙げるとともに、感染の減少傾向を確実にする必要があるため、緊急事態宣言の期間を9月30日まで延長することとしました。医療の強化については、酸素ステーションや建築基準法の特例により迅速に設置できる臨時の医療施設の整備など、全力を挙げて取り組みます。国民の皆様におかれましては、 シルバーウィーク期間をを含め、引き続き続不不要不急の外出、県を惑いい移動は極力控えるようお願いいたしますでに飛行機の予約をした方も各航空会社の協力により9月いっぱいはキャンセルを無料で行いますので出張や旅行の見直しをお願いいたします今後緊急事態宣言が解除され10月から11月にかけて希望するすべての皆様に ワクチンの2回接種が完了した段階で、感染対策と日常生活、経済社会活動の両立を図るため、海外でも行われているようなワクチン接種証明と検査による陰性証明を組み合わせたワクチン決算パッケージを実施してまいります。どのような場面でどのように活用するか、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。国民的な議論により、具体化に向けて取り組んでまいります。 まずは医療を強化し感染拡大防止に全力で取り組みます引き続き皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします